皆様、新年明けましておめでとうございます。今年も隅から隅までずずいとよろしくお願いいたします。それでは今年1年皆さんのご健勝をお祈りして一本締めで終了させていただきたいと思います。よー、あ、いや、お恥ずかしい。はい、どうもアンダーソンです。改めまして明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。失礼しました。しょうもない茶番でね、オープニングをねやりましたけども、そして牛年ではなくうさぎ年なのに牛焼き器の前から始めております。ここだとね、村人にも鉄人にもね邪魔されないんで、ここが一番安全かなと。手振ってたらねうっかり殴っちゃうことあるんでね。で、今回なんですけど、これね、クリスマス前日にですね、ワイドンサンタさんからいただきました、このエリトラとねロケハナですね。実はロケハナも減ってるのでお分かりだと思うんですけど、軽く使っております。で、実はね、何もせずにいたわけじゃないんです。これ見てください、エリトラにね修繕つけました。あの手抜きの建物の中にいるね司書さんですね、もともといたあの2人の司書さんは修繕持ってなかったんで、無職が2人いたんで、彼らどうにかしてくれないかな、修繕と耐久出してくんねえかなと思ってリセマラしてたんですね。だいぶ時間かかったんですけど修繕出してくれました。で、耐久はね出してくれなかったんですけど、シルクタッチが出ちゃったんで、そちらで固定しちゃったんですね。で、うちのシステムだと村人も今これ以上絶対増えないんで、出ていくことがまずないんで、なのでねちょっと申し訳ないですけどね、もう一人だけ村人作るように別途1個増やしました。増えた様子がないんですけどね。でですね、今日やることなんですけど、まあ新年一発目ということでね、あんまり難しいこともしたくないなというのもありまして、で、私エリトラ使うの本当に初めてなんで、軽く使ってみたけどやっぱ使い方難しいなということでね、エリトラを使う練習をまず前半にやろうと思います。そして後半なんですけど、この後ろに見えるねあれですね、ちょっとこの位置からだとどうなのかな、あの石の山ですね、こっち側のあのエンドクリスタルシップと呼んでいるあのガラス製の船のところにつながってる場所なんですけど、あそこに向けてですね、まあ大掛かりなものではないですけど、ちょっとしたね倉庫をね作ろうと思うんですよ。というのはですね、ご覧の通りねチェストだいぶ植わってるんですね、いらないものがいっぱいあるんです。持って行ってもいいですよってここ看板書いてるんですけど、誰も多分通らねえんだろうなっていうね、通っても別に欲しいものが置いてねえのかなっていうね、それはそれでねマーケティングをしなきゃいけないなと思ってるんですが、それでここですね、私の自室にも一応樽置いてるんですけど、これらももういろいろ汚いことになってきてるんで、まあある程度整理しなきゃいけないなっていうことでね。というわけで後半はあそこにあのちょっとした倉庫を作ってですね、そこにねチェストを置いちゃうと重くなっちゃうっていう話なんで、樽を置こうと思います。樽だとね意外とあのむしろ軽くなるという話も聞いてるんでね、そっちでサーバー全体のね負荷をね多少なりとも減らせるように頑張ろうと思います。村人増やしちゃうんでね、そこはもうできることでなんとかしないとね。チャンネル登録お願い。前喋りがずいぶん長くなっちまいますが、この横にね旗がございます。せっかくねエリトラで飛ぶ練習をするんだったらね、ただただ飛んでも何にもならないちゅうことでね、地図でございます。今ねこの右上にあるやつが私が今いるところで、この左下にあるのはいつもあの羊とかね牛とかをね取りに行くところですね。ダークオークが鳴ってるんで馬車にもまあ行ったりするんですけど、とりあえずね今いるところに旗を立てて、この周りを飛び回って地図を広げつつエリトラの使い方をちょっとずつ習熟していこうかなと。ではようやく旅立とうと思います。ですね、ロケ花ねたくさんもらってるんですけど、現時点でうちの拠点で生産できないものなんで、なだけ温存したいんですね。だからスタート地点をちょっと高いところから始めようと思って、どこがいいかなと思ったらここですね、このクリスタルエンドシップのこのなんていうんですかね、見張り台ですね、ここからねとりあえず飛んでいこうと思います。スーッと落ちるだけでねいけるはずなんでね。顔今どっち見てんだ、これ南か、いつも行ってる方向ですね。まずはこっちに向けてね、いつも木取ってるあたり、あの辺をぐるっと見た後、砂掘ったところを回って南側をとにかく全部潰していきたいですね。まずはと
ダメじゃん。痛い痛い上に落ちた。何しとんの。これはダメだな。これはダメだけど、これは面白いな。素人あるあるだな。練習した時の通りにやればいいじゃん。では改めて。と、あれ？ダメだな。何してんだろう。つけてるよね。壊れてもないしね。でも耐久減ってるね。あれ、撮影外で飛ぶ練習した時まあまあ飛べてたやん。何が悪いっての。普通に飛んだ方が早かったね。でこうスイングさせて、もうあっちゅう間ですね。船で行ってたら結構かかってたのね。角度が多分あるんですよね、飛び方にね。おー、だいぶ上に来たな。お、どなたかの拠点ですね、あれ。いいなぁ、見つかったなぁ、ご近所さん。やばいやばいやばい、当たる当たる。ちょっと端っこ逸れちゃいましたけど、だいたいこんな感じ。この辺から右に行った方がいいね。お、これ結構もしかして高い山なんじゃない。当たるな。ロケハナはもう7発も使っちゃった。海に出ましたね。これちなみにこの地図一番でかいやつです。5段階まででかくなるみたいですね。よし、あんまり上昇うまくできなかったな。角度とか本当にやってみていろいろあれですね、身につけなきゃいけないことはたくさんありますね。あと私の場合は高いところから飛び降りてもうまく飛べないということが分かりました。おお、村がある。知らねえ村ですね。うわ、こういう飛び方をしているとロケ花をある程度節約できるっていう話を聞いたこともあるんですけどね。花火をだから作れるようにしないといけないな、自分のところでも。あるいは兄弟のどなたかが作られてるであろうクリーパートラップをちょっと有効活用させていただくってのも一つの方法ですね。ワイドンサンタさんからがプレゼントがあったから、こうして楽しんで空を飛んでるわけですね。左だっけ、右だ。兄弟サーバーもね、アップデートがまあされる時があるんですけど、アップデートされた時ってワールドがリセットされるんですね。でその時にですね、例えばあの初めて入るのに初日とかに入るのももちろんいいですし、で私なんか横着者なんで申し訳ないですけどね、あの日をずらしてですね、で ある程度なんていうんですかね、スターターキットみたいなのが揃ってきたなっていうタイミングで入ったりしてるんですね。喋ってる間に落ちちゃったね。ボートボートなんてざまだよ。エイトラ持って飛んでたのに喋ってる間に落ちてボートの出やんの。こっからだから真北に向かいたいね。北とフェイシングノース、ちょうどこっちの方向ですね。あれ、ロケ花がうまく使えんよ。あれ、なんかな、左手に持ってますよね。なんだ、急に使わんくなった。あ、行かれてるやんもう。そりゃ飛べんわ。じゃあね、地図目とりあえず前半ということで一旦ここで終了しようと思います。まあ比較的自分家に近くてよかったな。やっぱ耐久ないとしんどいっすね。いやでも初めてこう長く飛翔してみたけど楽しかったな。チャンネル登録お願い。はい、というわけでね、ちょっぴりだけ回復したエリトラ、ちょっとだけ攻撃しました。これを繰り返していけばね、エリトラはね復活するのでね、ずっとねこのエリトラ、このワールドが続く限りは使っていこうと思います。でね、予定としてはこの後方ですね。もうここに作っちゃう方がいいのかな。ちょっとね、でっこぼこしちゃってるんで、平らに石でしたいな。あそこに亀いんな。浜じゃねえぞ、ここ。ここね、もうちょっと整地してね、あれにしたいと思います。平らにしてですね、ここにね、ある建物を3棟建てたいと思います。で建てる建物は、以前、カズクラさんのね、パラレルワールドを邪魔させていただいた時に、作った簡単な家ですね。あれをね、3棟ほど建てて、そこに、樽をいっぱい入れて、あそこに余ってるものを全部ぶち込んでやろうと思います。今日中で終わんのかな？で、ちょうどいいですね。シルクタッチのツルハッツさんをね、回復させてるんですけど、これを、翔さんからいただいたこの素敵な、このツルハッシュを使ってね、石をね、ここの高さに揃えたいから、
石をだからガンガン削って、で足場は全部もう石で固めちゃいたいですね。この辺のやつも全部削っていきましょう。こちらね、あの効率強化の5がついてるんだね、あっちゅう間だと思います。この辺からこれなんかクリエで壊してるのと同じぐらい簡単にポコポコポコ壊れていくね。ちょっとこの一マスを全部平らにして、手に入った石でこの下とかね、余計なところに開いてる穴をね全部塞いでいこうと思います。ちょ、ごめん亀さん、どいて。ごめんよ。でここの高さまで揃えたいので、あ、この下の凍ってるやつとかも凍ってるやつに直接石とか置いてやろうと思ってます。何マスいるんだ3棟建てようと思ったら、ツラ9です。ツラ9だから、ああ計算する前に先削っちゃおうかな。こういうしょうもないのはね、あの自分のツルハシで削ろうと思います。さっきいらねえ苗木拾ったね。でここの見えるところだけ石に変えちゃいましょう。拾った石でガンガン埋めていくスタイルです。ここいたらなんか出てきそうですけどね。出てきたら芝生だけですね。ここだから便利だよねって思いますね。置けるから、置けちゃうから。で今ここからしてるから、こっちも塞いだって構わないですね。なるだけ変な空洞残んないように埋めようとは思ってますが、そこまで几帳面にやることもねえと思ってるんですよね。どうせあのこっちが村人来ないんでね、これ建物を作るまで今日行かないかもしれない。土台作りでとりあえず終わりそうです。2段目潰していきます。これ高さとかあんまりこだわって埋めてたりするとあれですね、埋めた石を また掘らんといけんみたいなことになるかもしれないですね。まあそれはそれでいいか。ちゃんと計算して頭使う方が多分効率はいいんですけどね。そもそも地頭が良くないんでしょうがないです。諦めてください諦めてくださいって誰に言うてんの。自分に言い聞かしてるようなもんや。そういやこの動画が上がるときは正月連休後の3連休の最終日ですね。皆さんはどのような連休をお過ごしになられたでしょうか。わしはどうしとんかな知らんけど知らんけどっつうかね、要はね、得取り立てて予定がないってことですよね。誰にも何にも得のない情報この下の方とかにドラウンド湧くだろうけど、まあいいや。ポロッと出てきたらそれはそれで取れ高だわ。トライデント持ちとかだとしんどいですけどね。トライデントね、あれ変な身の威力なんですよね。変な身の威力で投げれるっていうね。でなんか知らんけど、あのドラウンドのトライデント持ちって無限に投げてくるじゃないですか。あれずっこいっすよね。デフォルトで無限ってずるくないみたいな。俺ら1回投げたら拾いに行かなあかん。あれかな、球技の部活みたいにボール拾いみたいなのが密かにいるのかもしれないですね。だってまだあのあれですからね、木材の伐採にも行かなきゃいけないから、やっぱり今日のことにはなんないですね。ごめんよ亀さん。なので今日はもう整地して終わりだな。あいた、やべ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 、死ぬ死ぬ死ぬアホみたいに死に方するとこだった。この段階はいかんで、ね、後でまたちょっと埋めよう。あとでない方がいいのかな、今がいいのかな。これこっから上がれるようにするんだったら、この下埋めちまった方がいいですよね。あでもこの高さぐらいの方がいいのか。ちょっと今だとサビーンと削ってしまってるような感じになってるので、少し元からこういう島でしたみたいな顔しときたいなっていうのもあって元からこういう形の島でした設定。我ながら適当なことやってんな。ショウさんがくださったツルハシがものすごく今活躍してます。動画的にはね地味かもしれないですけどね、マインクラフター的にはやったぜって感じですね。建築を絶対しなきゃいけない、かっこいい建築を絶対しなきゃいけないっていうワールドじゃないんですよ。そんなワールド多分どこにもないと思うんですよ。なのでね、兄弟ワールドに入ることに尻込みされてるという方、ぜひね普通にね入ってね普通に遊べばいいです。とにかくね、人のものをね取ったり壊したりしなきゃね何やっても自由なんですよ。でね、不慮の事故でうっかり壊しちゃったりすることってあったりするんですよ。
そういう時はね、ディスコードのね、板の方に、これこれ壊しちゃいました、申し訳ありませんっていうふうに言えばいいだけだと思うんですよね。私も実際ね、前のね、2022年という言い方は正しくないかな。まあ、前のバージョンのワールドですね。で、チョコベさんがオルカシティの中に作られてた謎解きのワールドがあるんですけど、そこでね、いらないことしちゃってね、謎解きのために置かれていたであろう防具盾と防具とウィザスケをね、焼いてしまうというアホな事故を起こしたんですよ。でとりあえずまずディスコードでお詫びして、でウィザスケの頭拾って、で鎧とかもついてたエンちゃんと同じようにつけてね、なんとか復旧させたっていう感じなんですよね。わざとじゃないし、復旧させたっていうことで許していただけたと私は思っています。許してへんわっていう場合はチョコさんコメントお願いします。許してますよっていうコメントもありがたいです。露骨なコメント稼ぎの、まあ、なのでね、よっぽど悪さしない限りは普通に遊んでるだけのワールドですから、一緒に遊んでいただけたらと思いますね。で、一緒に遊ばなきゃいけないわけでもない。自分のペースで遊びたいんだっていう人もいらっしゃると思うので、どうだったら自分のペースで遊べばいいんですよね。私もね、こんな離れたところに拠点作って夜だよ基本一人で遊んでますから、本当にショウさんは私の動画を見てくださって来てくださったんだと思いますし、ワイドンさんもね、たまたまプレゼント配ろうと思った時に私がインしてたから声かけてくださったんだと思うんですよね。で、今もらいましたからね。自分だけでそれらを揃えるのすごく大変なんで、だから自分の遊び方もできるし、他の人とも交流もできる、そういうワールドですね。建築しなきゃいけないわけでもない、拠点を絶対に作んなきゃいけないわけじゃないんです。拠点を作らずにね、ふらふら兄弟のいるところを渡り歩くだけでもね、楽しいと思うんでね。で、中にはね、私のようにね、ここ俺のものを置いてるけど勝手に使っていいからねっていう人とかいると思うんでね。一番最初のワールドなんか俺竹なかったから、近所にあった竹勝手に1個だけ取って、後でお詫びにパン配ってましたからね。お詫びになったかどうかは分かんないですけどね。それでマグニーさんのね、訪問動画を見て、すごい建物ばっかりあるから自分もすごいの作んなきゃいけないっていう法律もないし、だからね、ちょっとずつ自分のペースでやっていって、楽しめる範囲で楽しんでいけたらというふうに思ってます。それが正しいゲーム道だと思います。おお、いいんじゃねえの、これいいんじゃねえの。あ、いい、綺麗になった。もうちょっとだけだから、整えて、とりあえず聖地会として今回は終わろうと思いますよ。3棟を横並びに建てようと思ってましたけど、4棟にしましょうかね。前後左右に2個ずつ建てる、でそれを向かい合わせて、少し離れたところにこの船に乗り込む場所があるみたいな感じにして、建築を次回やっていこうと思いますよ。ぬるくら、はい、というわけでね、エンドクリスタルシップのね、見張り台から今日のエンディングを撮ろうと思いますが、その前にまず見ていただきましょう。ほーら、あっちの奥の方の砂利もまた後で埋めときます。綺麗に平らになりましたね。もうちょっとね、ちょこちょこ形を整えつつですね、次回はね、ここにね、建物をちょっと作る回にしようと思います。今回の動画が撮れたのも、前半のね、地図のところなんか本当にワイドンさんにいただいたエリトラがあってのことですし、エリトラとロケハナね、これのおかげですし、で聖地についてはね、もうショウさんのね、作ってくださったシルクタッチ付きのね、ダイヤモンドのツラシのおかげです。こんな風にね、私の動画見てくださってる皆さんももちろんですが、こうしてね、一緒にね、サーバーの中で暮らしている兄弟にも支えられております。ありがとうございます。この場を借りてお礼申し上げます。というわけでね、自分では入手することができない難しいものをね、手に入れることができたり、自分がちょっとやらないようなことをやってる人たちのことを見たりすることができる楽しいワールドですので、よろしければね、皆さんもね、ぜひぜひね、マグニーさんの YouTube のメンバーとか、あと Twitch のサブスクですね、ぜひしていただいてですね、あとマグ兄弟になって我々と一緒に遊びましょう。それでは今日の配信はこれで終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。さよなら。チャンネル登録よろしくね。